どうも、添江島です。今日は、鶴橋に来てます。まあ、鶴橋駅からちょっと遠いんですけど、ここにですね、松下幸之助起業の地、パナソニックの創業者の方ですね、のどうも起業の地があるらしいですね。ここの近くに、今ここなんですけども、徒歩約3分という書いてありますんで、ちょっとここへですね、行ってみたいと思います。ここ曲がるのかな。あ、書いてますね。いい、近い、こっちです、こっち。では行ってみます。随分と住宅地ですね。どっち？どっちだろう。あれかな。あれかな。あ、ここなんですね。あ、ちゃんとこう書いてあります。この付近で松下幸之助さんが、起業したと。ビジネスを始めたということなんですね。はあ、ここだったんですね。リーグのバーガーも見ないよ。見ないよ。この辺りでパナソニックが始まったということになりますね。本当住宅地の中ですよ、これ。はあ、あそこから世界企業パナソニックが始まったわけですね。すごいな。ちょっと面白いものを発見しました。中古車だと思うんですが、異様に安いです。5万円からこれも5万円、5万円です。これなんだろう、アコードかな。これシルビアですよ。これ1万円ですよ。これオデッセイか。5万円です。これステップワゴン、5万円です。激安の中古車屋さんを発見してしまいました。おお、なんだ1万円って。1万円でシルビア買えますよ。いかがでしょうか。